この世に客に来たと思えば何の苦もなし。伊達政宗。毎日大変だな、辛いなぁと感じながら過ごす毎日は不幸ですよね。中にはそれをある種の達成感とみなす向きもありますが、辛いといえば辛いもの。辛い自分、自分は不幸だと考えるとき、大抵独りよがりになっています。自分のことしか考えないでいると、それかわいさに被害者意識が強くなるからです。なんて自分はかわいそうなんだと。だって自分は人生の主人公なのだから、と。何かと自分らしくと言われ、それが何か善のように囚われると、かえって不幸感が増す気になったりしませんか？主観的なのはいいけれど、過ぎれば自らを苦しめます。独眼竜で知られる戦国武将伊達政宗が残した五条訓には、今も通じる訓示が散りばめられていますが、その中にこの世に客に来たと思えば何の苦もなしという言葉が見つかります。自分を主人公と考えずに、この世に客に来たと考えれば苦しみがないというものです。確かに客人として招かれた席で、この飯はまずくて食えないとは言えませんよね。この五条君の五条とは、仁に過ぎれば弱くなる、義に過ぎれば硬くなる、礼に過ぎればへつらいとなる、知に過ぎれば嘘をつく、真に過ぎれば損をする、からなり耳にした方も多いと思います。続けて五条君にはこうあります。気長く心穏やかにして、よろずに倹約を用い金を備うべし。倹約の仕方は不自由を忍ぶにあり、この世に客に来たと思えば何の苦もなし。朝夕の食事はうまからずとも褒めて食うべし。元来客の身なれば好き嫌いは申されまい。今日の行くを送り、子孫兄弟によく挨拶して、シャバのおいとま申するがよし。読んでいてすごく爽やかな気分にさせてくれます。主観や特定の立場から離れてみることを客観的と言うけど、確かに客に来たとはその意味も兼ねているのかもしれませんね。こんなはずじゃなかった、なんで自分ばかり、などついつい嘆きそうになった時には、この世に客に来たと思えばを思い出し、深く息を吐き出してはいかがでしょうか。このチャンネルでは、落ち込んだ時、辛い時にふっと気が軽くなるような名言をご紹介しています。ぜひ他の動画もご覧ください。それではまた別の動画でお会いしましょう。